l'honneur et le plaisir de vous remettre ce diplôme. Un très grand merci à vous. Je suis très honoré. はい、大変光栄なことに、フランスの親善大使、任命されました。これがディプロマだそうです。もうパリで暮らし始めて20年が経って、僕の息子もここで生まれていますし、最近僕は田舎に家を買いました。パリと、パリがちょっとコロナとかいろんな問題で大変だったので、フランスの田舎に家を買って、パリと田舎を行き来する生活になったんですけども、その生活の中でフランスの本当にパリだけしか知らなかったんですけど、田舎が本当に素晴らしいということが分かって、もっと多くの日本の人にそのフランスの良さを知ってもらいたいと思ってた矢先に、このアンバサダーの、話が来たので、親善大使いいじゃないって言って受けることにさせていただきました。最初はすごい軽い気持ちだったんですが、息子がここで生まれているし、彼はもうすぐ大学生なので、そのある意味フランスに恩返しをしたいっていう気持ちもありました。日本の友達からももっとフランスを紹介してよって言われていたので、これはちょうどいい僕の仕事だなと、なんか使命感が久しぶりに燃えて、フランスにはですね、もちろん美味しい食材、素晴らしい観光地、それから素敵な方々、アーティストいっぱいいらっしゃるんですけれども、そのこの国の本当の良さっていうのがまたまだまだ知られてないのじゃないかなと思いました。やっぱり日本人はただ観光地が綺麗だから好きだっていうのじゃなくて、やっぱりそこにある文化とか、その食事ガストロノミーについても、そこの背景とか、そういうものにもすごい興味があるんですよね。ただなんか美しいものを見る、美味しいものを食べるだけじゃなくて、フランスの文化とか歴史にすごい興味がある。そのことをまた僕は観光親善大使として皆さんにお伝えできればと思うし、フランスのさらなる魅力を日本の皆さんに伝えることができれば、20年近くこの国で生きてきたものとしては幸せかなと思っています。息子のためっていうわけじゃないんですけども、この国に息子が育てられて、シングルファザーで生きてきた中で、何か恩返ししたいなと思っていたことなので、日本の皆さんにフランスの素晴らしさ、この国の持ってる、文化と教養と、それから何ですかね、心の優しさみたいなものも全てですね、僕なりに解釈してお伝えできればと思っています。ズリヒトナキでした。Bonjour à tous, je suis très heureuse de remettre, d'avoir remis à M. Tsuji un diplôme d'ambassadeur de l'amitié de la France. C'est un grand artiste qui partage avec la France beaucoup de points communs, une grande sensibilité notamment à la culture, au patrimoine, à la gastronomie, à l'art de vivre à la française. Tous ces points qui rassemblent la France et le Japon, les Français et les Japonais.Et donc, c'est à la fois un grand bonheur, un honneur, et puis aussi une grande chance d'avoir un tel ambassadeur pour inciter les Japonais à découvrir la France, la diversité de ses régions, de ses habitants, au-delà de sa culture, de son histoire, de son patrimoine, de sa gastronomie. Et je sais que M. Tsuji aura un grand retentissement dans ses divers écrits et reportages au Japon. Ça va être